さあここは再戦を選択。次はどんな展開になるか。弾を撃つ。相手が飛ばないタイミングで絶妙に飛び道具を打っています。この勢いを止めずにいきたい。長い技にジャンプが噛み合うリスクがある。技振りが難しい距離となっています。ドライブゲージは両者十分。どこで使っていくか、効率的なゲージ運用が重要となってきます。いい判断。お互い SA ゲージが欲しいところ、どちらが先に優位を取るか。 SA によって大ダメージの機会は増えますが、その使うタイミングにセンスが現れます。今のは気にせずこの調子でダウンから。危険な体力状況、まだまだどうなるか。中足振って、気づけば余裕レベルは溜まっている。ラッシュで前に出る。さあ KO。 いい流れ、このまま倒しきれる。さあこのラウンドはどうなるか。さあこの飛びはガードしています。落ち着いています。ジャンプ攻撃はガードされても有利は続きます。なるべく対空したいところでしょう。オーバードライブ波動拳空対空。おっと OD 超球体で意表をついていったか。プレイヤーはドライブしにくい状況。ここは我慢の時間帯になりそう。 SA ゲージはお互いマックス。ここからどう運用していくか注目です。シフト戦勝、強化状態のいいダメージ。ファインプレイ、壁に追い詰めてチャンスになります。さあここからプレイヤー1レール受け止めながら、さあさあここで CA だ。 It's 3-6 baby。 ここで全てのゲージを使い、しっかり相手の体力状況を捉えました。ここまで素晴らしい試合運びでした。プレイヤー1、文句なしのプレイでした。素晴らしい。